西武さんよわすぎるやろ、初日かよ。西武がこんなに延長戦弱い理由、何？西武さよなら弱すぎやろ。ライオンとトラ、同じ猫科でチーム防御率とか打率とか似てたのに野球の上手さ真逆すぎんか？西武さん弱すぎるやろ、中日以下やん。西武ワンチャン球団ワースト勝率更新するんじゃないかってくらい負けてる気がする。西武はこれで延長何連敗、確か記録に近づいてるんやな。西武が4月で全球団にサヨナラ負けコンプリートしたって聞いた時はさすがにビビった。中日は5割だろ、住む世界が違う。中日ファンに申し訳ないから比べないでほしい。オイシックスとか工夫早手の方がまともな野球するチナ猫。そもそも去年までのチミドラは面白くて弱い、絡めだってたんであって純粋な弱さ自体はそんなに突き抜けたものでもないし。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。